されてこの場に立たれた方だと思うので、これから女性のレフリーの方とか、まあ、今 WE リーグってプロのリーグも始まりましたけど、非常にその、サッカー界においても非常に明るいというか、そういうものを一つ達成した、人がこの J1 というか J リーグの中で、そういう証明ができたというか、そういう人が堂々と笛を吹かれたってことは、サッカー界にとってもこの社会にとっても非常に喜ばしいことなんじゃないかなと思います。本当に女性の方が結構強いなって思うシーンとかも職場とかでやっぱ結構あるので、もうどんどんこう力のある人は男女問わずどんどん前に出ていくとか上に上がっていくっていうのがすごいいいと思います。